白鳥寮は大和、山と武漁のさぎ奈良県御世市富田と大阪府羽曳野の警察里の二箇所に、事情されている。山と武が、伊勢国の母で工事、同地に、寮を作って葬ったことは、古事記、日本書記ともに一致するところであるが、さらに白鳥を溶かして西方に飛び、折り止まった地に新たに、寮を起こしたという記事は、両所で移動がある。古事記においては、 信野から白鳥となって飛び、河内国飼育に泊まり、そこに、漁を起こし、これを、白鳥漁と呼んだが、後ここからまたも、白鳥となって飛び、ついに昇天したという。つまり、古時記の白鳥漁は、河内国飼育に営んだ、漁である。日本初期巻き第七によれば、白鳥となって、信野漁から出て、まず、山和国ごと断腹にとどまり、 そこに、寮を作ったところ、さらに白鳥となって、河地国九死幽に行きどまったので、そこにも、寮を作ったが、また白鳥となって天に昇ったという。日本書紀では、最初ののぼの寮山とこと団、原の寮、寮河地国九死幽の、寮と三寮を、自陣は、白鳥寮と呼んだという。巫女の墓を、漁というのは、古事記、日本書紀において、 山と武いの,ののぼの量、二つの白鳥量のみで、例外的である。後に、山と武いの墓を、のぼの墓と定め、また、日本初期の書伝をも尊重し、白鳥量二つをのぼの墓に付属するものとした。ありがとうございます。